何このゲーム。さあ今回は、この豆が殴られてるゲームやっていきましょう。とてつもなく意味不明なんだけど、気がついたら、ウプ主の iPad に入ってたゲームですね。タイトルは忘れました。無意識で意味不明なバカゲーダウンロードする癖あるもんな。これスマホ持ってる人あるあるですよね。普通こんなのダウンロードしないけどな。なんかこのキャラ、バカな死に方集に出てくるあいつらと似てるよね。確かに若干似てる気もするよな。ではでは今回は、顔がついた豆を破壊するゲーム、早速実況プレイ。さあさあ、張り切っていきましょう。これ二つの拳で潰すんだな。割と残酷なことしてますよね。ちなみにこのゲームは、時間制限とかは特になく、ただひたすら黄色い化け物を潰し続けるのみです。逆に言うクソゲーってやつじゃねえか。はい、まあそんな感じですね。この黄色い化け物の中には、速度が速いやつと遅いやつがいるから、タイミングを注意するぐらいが、面白ポイントですね。面白ポイント少なすぎんだろ。いやいや、このゲームよく見ると、両方とも右手なんです。つまり、二人の人が協力して、この黄色い化け物をぶっ潰しているんですよ。なんか面白くないですか？別にそうでもないんだけどな。さあさあ、スコアが30を超えましたよ。つまり、尊い黄色いお豆ちゃんがたくさん死んだということですね。めっちゃ投げやりにいってんじゃねえか。というか拳もタイミング云々以前に、連打してるだけじゃん。正直、連打でずっといける気がしちゃいましたからね。さあさあ、どんどん殴り潰していきましょう。もはやここは、黄色い化け物を潰すプレス工場ですよ。めっちゃ残酷な場所じゃねえか。そろそろ、60に到達ですね。ああ、ひたすら潰し続けてたよな。どんどん行くよ。あ。脱獄者が出たのでゲームオーバーです。というわけで、今回はこの意味不明なゲームやっていきました。タイトルとかも完全に忘れちゃったので、興味がある人は探してみてね。どういう検索ワードぶち込めば、このゲームに巡り合うか全くわからないけどな。ではでは、今回はここまでといたしましょう。この動画がなんとなく面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくねー。また違う動画でお会いしましょう。したっけ。次回予告、次にプレイするのは、足を治療するという意味不明すぎるゲーム。つうかどうやったら足がこんなに汚くなるのか謎すぎます。でもでも、スーパーなお医者さんである私にかかればちょちょいのちょいですね。次回、ミニゲームが豊富すぎる足ゲー。